こんにちは、デザインドリップです。今回はフォトショップでのフリーグラデーション、グラデーションメッシュの作り方を説明します。はい、それでは始めていきます。まず新規レイヤーを作成します。そしてブラシツールに持ち替えます。ソフトエンブラシを選択して、今回は800ピクセルで設定していこうと思います。はい、色はお好みで大丈夫なんですが、今回は 63D2B4 のターコイズにしてみました。こちらで左下あたりに1回だけポンと色を置きます。はい、こちらで大丈夫です。そしたらまた新規レイヤーを作成します。今度は色を変えます。今回は E39ED9 のパープルにします。こちらでまた色をポンと1回だけ置きます。さらに新規レイヤーを作成します。次の色は FFF089 のイエローにしていこうと思います。こちらで1回だけ右下あたりに色を置きます。はい、こちらで大丈夫です。今作った3つのレイヤーを選択して、右クリックからスマートオブジェクトに変換します。スマートオブジェクトに変換したら、こちらを選択して右上をクリックして、右クリックからワープを選択します。そしてこちらの左上にある分割の一番左のアイコンをクリックして、このような十字が出てくるので、動かしたいところに点を置きます。するとこのように変形ができるようになります。こちらの点を増やしたい場合はコマンドを押すと出てくるので、またこのようにクリックして変形させていきます。で、一回確定します。一回確定させた後でも、こちらをまた右クリックからワープにすれば何度でも変更ができます。で、色を変えたい場合の説明をしたいと思います。こちらのスマートオブジェクトをダブルクリックします。そうすると先ほど作った3つのレイヤーが出てくるので、色を変えたいレイヤーを選択します。で、ダブルクリックからカラーオーバーレイにして好きな色に変更します。今回はちょっとこのオレンジとかに変更してみようと思います。こちらで保存すると、こちらの元のドキュメントの色も変わりました。今回はちょっとテキストとノイズも追加しようと思います。色を000000の真っ黒にしておきます。フォントはラストサンズ、こちらアドビフォントにあるものです。こちらのライトイタリックを使います。サイズは150ピクセルでトラッキングは0。はい、こちらでグラディエントと大文字で打ちます。気になるところがあればカーニングをします。背景レイヤーをダブルクリックして、こちらとテキストレイヤーを一緒に選択して中央に揃えます。で、次はノイズを加えていくんですが、いつもとちょっと違ったやり方を説明しようと思います。新規レイヤーを作って、先ほどのテキストの下に置きます。で、今塗りが真っ黒になっているので、こちらの状態でオプションとデリートを押します。すると描画色で塗りつぶしができます。この状態でフィルターメニューからスマートフィルター用に変換をします。そしてピクセレートのメゾティントを選択します。するとこのようなボックスが出てきます。今回はこのままの設定で OK します。で、こちらをスクリーンにして、今回は 50% に設定しようと思います。するとこんな感じになりました。このままでもいいんですが、真ん中にだけノイズを乗せようと思います。こちらのノイズのレイヤーを選択した状態で、右下のこのマスクのアイコンをクリックします。で、こちらのマスクの方を選択した状態でブラシに持ち替えて、この真っ黒の状態でちょっと周りの方をふわっとなぞります。するとなぞったところが消えていきます。真ん中だけノイズが乗りました。はい、こちらで完成です。このようなフリーグラデーション、グラデーションメッシュはイラストレーターを使うのが一般的なんですが、今回はフォトショップでの作成方法を説明してみました。ぜひ皆さんも試してみてください。ありがとうございました。